カサダ駅は、和歌山県伊郡桂木町、カサダ東にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。相対式2面2線のホームを持つ行き違い可能な、地上駅。駅本屋側ホームが1番乗り場、古選橋を渡った反対側ホームが2番乗り場である。行き違い可能だが、安全側線は設置されていない。また、カサダ高等学校の生徒専用改札口が、 設けられている。これは当駅を利用する笠田高等学校の生徒の便宜を図ったものである。橋本駅が管理し、JR 西日本メンテックが駅業務を受託する業務委託駅であったが、2021年7月1日より、駅業務が JR 西日本交通サービスに移管された。ただし、窓口は朝の一部時間帯のみの営業で、 ポスター末による発見を行う。また、自動券売機、入場印時期が設置されている。業務委託駅ではあるが、一部の電車を除き、すべての扉は開かない。切符売り場7時から8時15分、8時25分から8時50分、9時から10時30分、便所は、葛城町管理の男女別推薦式便所が、駅舎の隣に設置されている。 2020年3月14日のダイヤ改正で、当駅でもアイコカ等の交通系 IC カードが利用できるようになったが、設置されているのは、車内でタッチができなかった場合に利用できる、出場用の IC カード専用簡易改札機であり、入場の際には電車内でタッチする必要がある。駅前は1軒の商店があるのみとなっている。町内各方面に向けて4路線運行されている。 隣接自治体のバスに乗り継げる路線もある。詳細は当該項目及び町ホームページを参照。かつて存在した路線広域観光実証実験路線として、泉中央駅行きが土9に6往復運行されていた。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。